ハロさん、対戦よろしくお願いします。これは、これは普通のガルーラ入りかな。とりあえず、ファインアローは、いや、クレセリア絶対いけるから、ルカリオとガルーラ見といて、クレセリア出さないやついないからね。てことはちょっと言い訳をさせてもらいますと、僕がガルーラを使ってることに対する、まあ、免罪符とか、まあ、決して言い訳ではないんですけど、ポケモンサンムーンの新情報がね、どんどんと解放されていく中、ガルーラの子供分のダメージがなんか少なくなったみたいな、そういうなんかガルーラの弱体化が、なんか噂されてるんですよね。だからそ、7世代でガルーラが弱体化するってことは、最強のガルーラを使えるのは今しかないんですよ。だから、まあ、仕方なくね、僕今までガルーラ使ったことなかったんで、まあ、仕方なくちょっとガルーラの方ね、主張しております。まあ、決してこれは、言い訳とかではないんで、あとガルはないなぁ。だから海流から入ってくると思うんだよなぁ。ハチマキの。海流、クレセリア、あとなんだろう。海流、クレセ、あと1。いや、どうしよう。いや、めっちゃ迷うんだけど。やばい。やばい、時間ない、時間ない。もうガルカバーアローで。あー間に合った、今。間に合った。間に合ったか、今。この多分相手が使ってるパーティーコはあれですよね。なんか、シーズン17、1位みたいな。そんな、あ、間に合ってるな。間に合ってるな、ガルーラから入ってるってこと。ガル海流で、これ、バカチキャラが怖いんだよなぁ。バカチキャラ撃たれる可能性があるんですよね、この対面は。間に合ってねえじゃねえかよおい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 、ちょっとおかしな選出なってるけど、いけてますかこれ。ちょっとおかしな選出なってるよ。まあ、こうグローで。海流下げる。いや、おかしな選出なってんだけど。これルカリオくす。ルカリオ、このルカリオに一体何ができるってんだよ。ガリーラ、ここグローパンチ打っていきます。だからこれでも引いてくれたのはラッキーだな。氷技読みでしょうね。普通にバカ力とか打たれたらしんどかったんですけど。勝つための右手、勝利するための一撃んで、こっからは秘密化打っていきます。犯罪者の力。ラストファイアローにするつもりだったんだけどな。こういう展開になるんだったらラストレボルトにすべきやったな。まあ、ちょっと後悔してるけど、まあ、いっか。まひれ。まひってくれてもいいよ。イエーイあー、取りるか。取りるかー。ここ何してくるかなー。サイキネですかね。サイキネだったとしても、まあ、僕的にはここも、秘密かな。秘密連打かな。お、いいねいいね秘密。これがガルットモンスターですよ。クレスティリアじゃ止まりません。まあまあ HP 残してるじゃん。3分の2残してる。まあトリル貼られちゃったってのはちょっとあれですけど。HP 3分の2残してる。海流、ここ冬中します。多分新速は打てないと思うんだよな。もう激凛だと思うんで、冬打ちでガル切ります。お、勝てんじゃねこれ。激凛。いやーでもルカリオ、多分ね、これルカリオ、いや、じゃあ無理か。トリル貼られてるから。まあ、ここ剣舞はありだけど、ルカリオ出して剣舞。でもラストそしたらカバルドンになっちゃうからな。ここカバルドンからですね。カバ投げます。カバ投げ。んで、ステルスロックかな。うん、ステルスロック。岩石封じ、いや岩石封じはでも海流落ちない可能性あったし、ファステロでいいはず。まあ、ハチマキだからいいダメージ入る。ここはあくびかな。いや、ラスト試合ってことか、とこですね、相手の。ここあくび打ちます。カバーここのまま切ります。てか、先にあくびから入るべきだったか。先あくび入ってステロだったら、間違えたかな、これ。これ、メガしないルカリオで、メガしないルカリオでどこまで戦えるか、ちょっと、わかんないけど。
メガシナイルカリオでどこまで戦えるかな。ここは一発は耐えるんで研磨します。海竜切ってくるかな。いや切ってくるっていうか、ここ激輪で突っ張った場合ルカリオに2枚されるから、あ、突っ張ってくるんだ。ちょ、自害していいよ。自害。えらい！勝てる。勝てるぞ、これ。で、海竜寝る。海竜寝る。これ、いけんじゃね？大相手からしたら、これ、ルカリオの落ち物なんだってなってるだろうな。何このルカリオみたいな。このルカリオ持ち物何みたいに。え、カイリ落ちる。2枚。こっち2回待ってる。大相手のラストはクレセじゃない。ステルスロックも巻いてる。ガルーラ。インファで。ちょ、猫撃ってこい。え、猫。え、猫撃ってこい。いや、猫は撃たねえか。え、精神力知らんの？え、ルカリオのさ、精神力知らんの？まあ、正義の心なんですけどね。いや、無理って、ね、絶対最速ですよね。絶対、2回待って、2回待ってるけど、絶対火力足りねえもん。いや、精神力ルカリオ知らんの？わははははは。ゆえおなんですけど、ちょっと、いや、鬼氷来ないでしょ。ガルーラルカリオ、いや、ボルトロス、ファイアローとかにも別に鬼氷強くないでしょ。で、カバルドンもいるし、起点回避も。いや、鬼氷は切っていいな、まず。まあ、一番最初に切っていい。で、確実に来るのはクレセリアかな。まあ、クレセは絶対来ますね。まあ、ルカリオとガルーラ見といて、クレセが出てこないわけがないので。あと、ファイアローがむちゃ刺さってる気がす。ファイアローぶっ刺さってる気がすので、まあ、ファイアロー確定、ファイアロー、まあ、カバーロー、なんだろうな、カバーローガリとか、カバーローガリやな。うん。いや、どうしよう、ガリカバーローでいっか。いや、カバー、ガリ、アローで。対戦よろしくお願いします。カバルドンで荒らして、ルカリオじゃない。ガルーラで暴れて、レボルトで抜く。そういう感じでやっていこうと思います。ガルーラ、ってことはゲンがいないですね。まあ、これゲンがいないって分かった時の、まあ、だいぶ、情報、アドバンテージ。カバルドン、相手ってかカバルドンも重そうなきゃな。ガルーラが霊ビデオ持ってんのか。ここはあくびから入ります。こいつ捨て身2発で死ぬんで、ゴツゴツメット持ってない上にガルーラに捨て身タックル2発撃たれたら死んでしまうので。あれ、エビか。相手多分、カバルドの一撃で落とせるポケモンが後ろにいないので、レイミから入ってくるんだったらステロから入りたかったなって感じなんだけど、この HP のカバルドンでも相手の裏一撃で落とせるポケモン多分いないから、まあ、火力アップアイテム、もしくは、オーバーヒート持ってるウルガーぐらいだから、ここステロ巻きます。ガル下げの、ガブか？うわ、このガブかな、怪しいんですよね。怪しいんですよ。まあ、ラムの実とか持ってたら、だるいので、いやでもここ、ホエール打ってな、ホエール打って外れ引くのも、いや、ホエール打つか。激輪。激輪だったらあくびでよかった説がある。ハチマキですかね？違う。ガルーラ。まあ、ここは多分カバルドン落としに来る。あと一体クレセで確定。ここでも自信見せてくれたのめっちゃラッキーだな。なんで自信見せてくれたのがラッキーかというと、不意打ちがない可能性を上げてくれたから、これ絶対猫捨て身、霊指自信っていう方でしょ。ここガルー。グローでいいかな。いや、クレセ、
や、クレセだと思うんだよなって一体、クレセ交換読みすべきか？いや、クレセ交換読みしよう。あ、オッケー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 。まあ、クレセですよね。まあ、僕のファイアロー、クレセリア餌なんで、ガルサゲの、身代わり。まあ、最近ね、だと思うけどな。あ、ラッキー、これデンジャーはラッキーですね。券売します。ちょいん！うるっ！あー、待って！あっ！いや、じゃあ、それはまずいってー。それは、いや、それはまずいよ。それはまずいな。それまずいな。それまずいな。それ、まずいな。一回跳ねします。あ、クレセ突っ張ってくんの？これ絶対下げてくると思ったんですけど。最近ね、スキルスアップ、デンジャー月の光、最高気ですね。割れないから、まあ、もう一枚で。いや、やらかしたな。いや、これやらかしましたね。最近ね。いや、どこで下げてくるんだろう。そう、交代際のタイミングで、いや、ここ、身代わりあってガルーラとか出てこられると、だるいしな。そう、身代わりに合わせてガルーラが出てこ、来るとめんどくさいんですよ。多分ガブ切ってくると思うんだけどな。安全に来るには、身代わりに対してガブリアス出して、ガブリアス切って、ガブリアスでファイアローの身代わりやって、展開するっていう。まあ、それが一番安全なルート、いや、ここ多分、クレス下げてくるんで、うん、オッケーオッケー。ガブ切りですよね。これガルーラ仕留めれたらマジで だいぶでかい。ガルラッキーブレバ。くたばれ！ガルに下げます。まあ、激リング。二体、いや、目がしないから二体無理か。二体しねえかなとか、言おうかとしたけど。さすがに無理っすね。不意打ち。不意打ちプラス、ブレバでガブを落とさなきゃダメ。あの、僕のね、ファイアロー、一枚、一回待って、B4 フリーガブリアスを、多分乱数 68% ぐらいの確率なんですよね。で、相手ここ混乱しなかったんで、いや、跳ね休めするっていう策はあるか。いや、いけるかなぁ。微妙いなぁ。頑張れ頑張れ頑張れ。ファイト！はぁっ！はっ！よっしょっけー！今の状況を説明すると、身代わりが起こってて、ファイアローも剣舞3回積んでます。で、ブレイブバード。これ、ちなみに、多分相手的には反動とゴツメで殺そうと思ってるんだろうけど、これ、
あれちゃんと調整してるから、弾ダメ込み、反動ダメージ込み、ゴツメダメ込み耐えるし、まあ、これ運良い方ですね。これ3回積んでもクレセリア乱数 HB ぶっぱクレセリア乱数 68% ぐらいなんで、まあ、運が悪かったらクレセ耐えられるけど、まあ、それでも僕の勝ちと。対戦ありがとうございました。いや、クチーとかだるいんですよね。ムカリを刺さってるけどな。いや、ガルーラの方がいいか、どうしようこれ。クチーとか重いんですわ。クチーとか重いんですわ。でも初手カバルドン投げてラティオスとカバルドン対面して、いやダメだ、最近打たれたら意味ないか。どうしようかな、誰から。いやでもこれポリクチとかの可能性あんのか。トリックルーム貼られる可能性も考慮していかないきゃダメだから、え、どうしよっかこれ。いやマジ何が来るか全然わかんないっていう。でもカバルドン展開絶対嫌うはずだから、迷いますね。迷うな。ゲンガーからでいっか。ゲンガーから入って、ゲンガールカリオ、ゲンガールカリオ、なんかって感じでいっかな。ゲンガールカリオ、でもゲンガールカリオンするんだったら、いや、ラストカバルドンとかかな。いや、クチーと若干重いけど、クチーと若干ってか、まあ重いけど、まあ、これで。対戦お願いします。ゲンガーラティオスか、まあ、別に悪い対面ではないけどな。ここは素直に、いやでもこれの対面な、相手のラティオスがスカーフかどうかってのは分かんないんですよね。いやでも初手、いやシャドボからでいっか、シャドボ打ちます。おしおしおし、とりあえずスカーフじゃないってのは分かった。まあ、耐えられるよな。まあ、それは別にオッケーと、オッケー。で、問題はこっからですね。まあ、これも別に構わない。構わない。で、裏だなぁ。ラティ下げてくるかなぁ。まあ、突っ張、いや、どうだ。とりあえずでも後なしがあるとしたらポリゴン2だから、ヘドバック打つか。まあ、一番後なしあり得るのはヘドバック。パリか、ポリ2バック。まあ、ハイヤローバックとかもあるけど、オッケーそのラティオス自覚なさすぎ、最速だったらね。素晴らしい。とりあえずこれラティ処理できたのマジで、ポリゴン2、ラストクチーとかな。ポリ2だったら、どうしようかなって感じですけど、どうするのがこれ一番いいんだ。トリル貼られた場合が、負ける可能性があるんですよね。トリックルーム貼られた場合が。考えろよ。カバ出す。トリル貼られる。ちょっと待って、こいつのスピードを見よう、まず。75か。いや、75ってこれ多分、あれなんだよな。口入れてより早いんだよな。こう、ルカリオ出す。トリル貼られる。ルカリオのポリゴン2殺す。ゲンガー切る。カバルゾンであくび。っていうルートが一番いいかな。一番いいな。まあ、トリルだよな。インファ、あ、ここは絶対ポリゴン2切ってくれるターンだから、10番運。いや待てよポリ2クシ、あ、スイ君か、全然違いましたね。いやでも、スイ君でもあんまり美味しくないか。トリル張った、ポリツー殺した、こっから3ターンか。いや、普通にしんどいな、これ。いや、普通にしんどいな。瞑想あった場合、スイ君に瞑想あった場合、こっから全抜きされる可能性あるんで、どうしたらいいんだ。まあ、カバー出すか、一回。
これどうすればいいんだどうすればいいんだどうすればいいんだこれ。ゲンガーから入るのは、いやでもボツ目だったらあれか、いや違う、いやルカリオからでいいはず。ルカリオから入ります。ルカリオから入って、あのスイ君のネットは耐えるから、ここ剣の前、いやインファかな、いやインファはないな、剣舞やな。よし、わあ、それではまた明日お会いしましょう。